今日のディリーマインドセット。今日のテーマは、電池が切れたら充電せよ。電池が切れたら充電せよ。で、これはどういうことかっていうと、まあ当たり前じゃないかというふうに思うかもしれないんですけど、意外と当たり前じゃなくやってしまう人っていうのがいるんですね。で、携帯電話とかパソコンだと、このどれぐらいあと残量があるかって出るわけですよね。 で、こう、赤くなってくるわけですよね。もうないですよ、というふうにエンプティーが出ますよね。ガソリンなんかでも。でもそうすると、それを無視する人はいないと思うんですよね。そうなったら、あ、いかんいかん充電だっていうふうに充電するんですけど、これがこと自分のことになるとですね、できないわけなんですね。明らかにエンプティーマークというのがですね、赤くピーピーと、うーん、なんか SOS サインを発信しているにもかかわらず無視してですね、それも何かを、それで何かをやろうとするということですよね。で、 あのこれは操作性で経験があるかなというふうには思うんですけどあの私はちょっと携帯電話がピンとこないんですけどそこまであの究極落ちたことがないので、うん、充電の状態がですねでもパソコンなんかっていうのはわりかしあるんですけど充電の残量がですねあんまりない時ってかなりパフォーマンスが落ちるんですよね動きが鈍くなると言いますか遅くなると言いますか まあそういう状況なので、そんなところで作業してたって、余計時間もかかってですね、あの大変じゃないですか。ストレスかかりますよね。ですから、だったらもう作業一旦止めてですね、まあ、充電してからやった方がいいなっていうことがあるわけですよねで。人間もこれと全く同じっていうことです。例えば、なんかこう、朝からですよ、仕事とかして一生懸命やってですね、でもう家に帰ってくるわけですね。でああ疲れたなぁと。で、どうやっても勉強なんかやる気が起きないっていうこと、これあるわけですよね。 あのそんな時にやろうとしても時間がただただもったいないといたずらに過ぎていくとでパフォーマンスわからないっていうことが、まあ、往々にしてあるかなっていうふうに思うんですよね。であればそういう時っていうのは,はもう潔く眠ると。 ということですね寝て。人間の充填って寝るってことですから。まあ、寝るとこう回復しますよね。ですので、えー、それもなんか夜だったら5分とか10分の仮眠とかじゃなくても1日寝切るってことですよね。で、朝やればいいわけですよ。で、この感覚っていうのがやっぱり飛ぶ人が多いんですけど、 だってですよ、勉強って、例えば30分やるとしますよね。夜の11時から11時半も30分。朝の7時から7時半も30分。昼の12時から12時半も30分なんですよ。結局同じなんですよ。 で、どうせ30分どっかでやるんだったら、自分のパフォーマンスがいい状態の時にやった方がいいですよね。まあもちろんそこにパフォーマンスのいい状態を持ってくれば、他の,あの部分がパフォーマンスいい状態でできなくなるっていうことは当然あるんですよ。ですから、あの、優先度の高いものをパ,ワパフォーマンスのいい状態でやるっていうことですよね。まあもちろんぐるぐる回したっていいですよ。ぐるぐる回したっていいです。いやそれはいろいろこう調整つけていくといいかなというふうに思うんですね。 例えば、あのデイリーマインドなんかもそうですけれども、明らかに充電切れでやるとき、取るときっていうのもあるわけですよね。まあ、ここだけの話ですけれども、あるんですよね。ねまあ、例えば、じゃあそういう具体的に言うといつだったんですかと言ったら、例えば昨日とかですね。<laughs> 明らかに充電が切れてるんですよね。 ですけど、日課のことですから、まあ、やらなきゃいけない。でも、あんな感じでずっとやってたら、デイリーマインドっていうもののクオリティが落ちるわけですね。もちろん、昨日のデイリーっていうのが内容が悪いってわけじゃないんですよ。あれであれで私も真実語ってるんですけど、でも、例えばあれは、まあ、時間帯で言うと、8時とか9時とかだったと思うんですね。8時を回ってたと思うんですね。ですから、そんな時間帯だったら、まあ、ああいう感じになるわけですよね。 ですし8時半までんか7時とかそういうぐらいだったんですけどで今日に関して言うとこれは今何時 昼かな ?12 時半なので、昼で、まだまだ全然元気なわけですね。で、メッセージ性が変わってくるわけですよね。エネルギーが変わってくるわけですよね。で、どっちも私ですし、どっちも物事なんですよ。心理の一個みたいなもんですから、それはそれでいいんですけど、こういうふうにぐるぐる回したっていいんですよ。コラムなんかもそうなんですけど、もう充電が切れた状態っていうのは、なんかまあ副交感神経が強いといいますか、アルファ派と言いますか、なんか穏やかな心境の時ですね。そういう感じで書く時もあれば、まあ、イケイケのノリノリの時に書くこともあって、まあ、 それはは私の中では分けてるわけけなんですよね。分けてるというかうーん全部が出せたらいいなというふうに思っているので全部が一つ一つの真実であることは事実じゃないですか。ですから、片、ま、面、あ、にならないように、まあ、両面あるいは平面じゃなくて多角的にですね、えー、いろんな角度から見れるようにというふうに思って立体的に出しているところはあ,るはあるんですけどね。ですから、まあ、何か自分がですねここぞとこれはと いうようなですね、そういうようなものがあるんだったら、それに関しては、まあ、充電してからやった方がいいなというところですねで。自分の集中力っていうものに限界があるっていうことはですね、はっきりとパフォーマンスにもですね、えー、はっきりと限界があるということを自覚した方がいいなっていうのはありますね。昨日も私ずっと問題集っていうのを作ると向き合うということを朝からずっとやってたわけなんですよね。 でやってましたけど、やっぱり午後になったらプツって切れるわけですね。プツプツプツとこうですね。あの、明らかにガスケスを起こすわけです。そんな時に何やっても無理ですね。<laughs> 場所を変えて、図書館でずっとやってたんですけど、場所を変えて気分変えてと思ってスタバに行ってみたりとかですね。えー、あるいは何かしらまた場所変えたりとか、チョコレート1個食べてみたりとか、何やった、何やって、いろんなことをまあ試すわけですけど、まあ大体それは、あの、その抵抗を虚しくですね。 えー、ずるずるずるとまあ落ちていくというのが実際ですね。落ちていったら落ちていったでいいんですけどね。ねその時っていうのは、まあ何、作業はやんないですね。ですから、何か物を見るとか、本読むとか、本を読むようにしましたね。本読んだりとか、あるいは動画で勉強したりとか、あるいは食事したりとかですね、えー、家族の時間に使ったりとかですね、そんな感じで、そんなにそのベストパフォーマンスというものを求められないようなもの。 に時間を切り替えるるわけででですすねね早めに寝るって感じです、ね、で次の日も、も今日も絶好調ですけど、なあ絶好調な状態になってから、まあ、いろんなものに取り組むということですね。まあ、こんな感じで使い分けっていうものをしていくといいかなというところですね。 大事なものをあの充電切れの状態でやるっていうのが一番もったいないなってことあります。まあ、努力と根性みたいな精神論でいくとですね、そういうふうに追い込まれている状況でやっても自分が鍛え上げられるとかっていうふうに、まあ、言うかもしれないんですけど、確かにそういう面はあると思いますね。それは精神面の方が鍛えられるでしょうね。気力とかあ性格とかですね、そっちの方に影響は及ぼすかと思いますけれども、まあ、目に見,見える形での生産性ですねプロタ、プロダクティビティですね、生産性に関して言うと、 明らかに非非効率でで生産的ですね落ちるということこれは間違いないなというふうに思いますからそこは使い分けですどっちが正しいとは言いませんこっちを取るとこっちが落ちてこっちを取るとこっちが落ちるって単純に世の中の心理の一つかと思いますから、まあ、どこを取るか分かりませんけれども、まあ、効率とか形ですよね脳に入る定着率とかそういうような生産性で見た時にはまあ落ちますので、まあ、その辺はもう潔くやめてですね寝て、まあ、元気な時にやるっていう選択も 今後はしていくといいのかなというふうに思います。何より集中力には限界があるということを分かっていないとあのできない自分を追い込んだりとかしますからね、そんなもんできないのは当たり前ですよ。昨日も僕、私はさっき言ったように、午後3時以降の私は私に対して1ミリも責める気持ちは持ってないです。まあそりゃそうだよねと。今日は完全にエンプティーになったよね。かといって夕方3時に寝るわけにもいきませんからまあまあ非効率な非生産的な時間続くけどまあしょうがないよね。まあじゃあ本屋行って本でも飲もうか、コーヒーでも飲もうか。まあそ そんなに効率は良くないけどまあちょろ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 まあなんか惰性的に作業的なことをやろうかみたいな感じですね。で、早めに、えー、寝ると。 いうことですね。こんな感じで、こう、時間を取ったんですけど。まあ、それは単なる一例に過ぎ、私の個人的に一例に過ぎませんけれども、認識してればいいわけですよ。なんでできないんだろうな。んで集中力上がらないのかな。いやいやいや、使ったんだと。ガソリンも最初に貯めてて走ったらなくなるわけで、もう走ったわけですよ。ね、なればなくなるのは当然ですから。まあ、そういった当たり前といえば当たり前のことなんですけど、自分に厳しい人ほどですね、追い込んで、なぜだなぜだ、みたいな感じでですね、やられてしまうことがありますから、まあ、そこをちょっと一つ注意しておくといいのかなというふうに 思います電池が切れたら充電せよこれが今日のデイリーマインドセットです